はいどうもピオキングです。今日もですね一発マリオとトロールコースやっていきますか。で今日の一発マリオちょっと左のね漢字っぽいやつは読めないんだけど、ヒットザボックス、このサムネを見る限りじゃあ多分ですけど、あのハテナブロックを叩いてゴールするだけだと思うんですよね。ただ足場ないじゃん。どうやってあのハテナブロックを叩くんだろうと思って、クリア率は 0.11%。 あ、やっぱりコインを取ってからゴールだね。っていうことはあのハテナブロックを叩かなきゃいけないと思うんですよね。どうやってよ、これはマジでわかんないでしょ。ちょっと左から行ってみる。まあ無駄だと思うけど、こっから走って行ってみようか。あら、今見た、なんか二段ジャンプみたいなのになったよ。これを利用していくのかな。ちょっともう一回やってみるで、ほらほら、なにこれ初めて見たんだけど。じゃあ二段ジャンプできることが分かったから、この二段ジャンプの時にタイミングよく A ボタンを押せばいけるんじゃないかな。うわ今みたいな感じちょっと上手くなかった。いけそうじゃない。じゃあ次はこの矢印の前ぐらいで行ってみよう。こっから、うわ全然ダメだね。じゃあこの矢印の真ん中、ここら辺がベストなんじゃない。うわ惜しい、もうちょっとだと思うんだけどな。じゃあ一番左からちょっと右のこの辺からジャンプしていく。うわめっちゃ惜しくなかった今。この辺だね、絶対この辺でいけるよ。いやくじけんよ、絶対 0.1% いったねねね絶対くじけねえ、この 0.1% っていうかこれクリアしたらさ日本人初なんじゃないの。多分そうなると思うよきっと。じゃあこれはこの辺が良かったね、この辺からこう、やったー見た今のマジで上手くなかった場所が大事だね。あ、全員日本人じゃん、クリアしてる人日本人初じゃなかったね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ハイリーレスポンシブトゥートローリング全然意味わかんないですね。訳す気も起きないぐらい意味わかんないですね。ただこの人見てください、きっと医者かなんかだよあの服さあ早速始めていきますか。あー変な声出ちゃったてっきりさ、あれ敵だと思うじゃん、出してくるの初見殺しと思ったんですけどいやここで引っかかるのか何それじゃあここはしょっぱなオンオフするでしょ。オンオフしてもバネが落ちてくるからいけないんだよな。あ、わかった、ここでオンオフをするんだきっと。オンオフをして魚もうわかりました、オンオフするでしょ。そして砲台が落ちてきてまたオンオフをする感じだね。そんで魚を避ける。いや来ました、これでもう一回オンオフしたら魚落ちてくるでしょどっかに落ちてこなかったね。じゃあこのまんま、これ入れるんかな、ツタに登るんじゃないの。オッケー来ました、多分ねちょっと横にずれてたらいける感じだね。さてこのドカ怪しいね、魚多いね今日邪魔くせうわやられてしまった。それじゃあここはあそこ信じて行ってみる。信じますやっぱダメだよね。じゃあここはこの左の土管、多分こっちで正解だと思うんですよね。さてフンってかフンじゃねえファンだね、ファンって書いてるけどこれは何なんだろう。まあ扉に入って次に進める感じじゃないの。うわ違うね、え土管からカキボン、いやクリボンか、クリボンが出てくる感じこれ。うわわかんねえ、これどういうことだろう。多分あのマグマのところにねクリボンが出てくるんじゃないかな。あ、ここでドッスンに P を踏ませなきゃいけないみたいな感じでしょ、多分そんな感じだと思うんですよね。ちょっと待って、魚が邪魔くせえな、なんでここで一旦さじゃーん変えろよ P を。ここにもう一回戻れみたいなの書いてるね、このドア。もう一回戻ってみよっか、そしたらどうなる。なるほど、なんか変わってるね。そして今 P 音が出されてる時に右に走っていけみたいな感じでしょ、こういう感じ。よしよしよし、待って、これなんか危ないんじゃないの。オッケー、でこのメットはどうしよう、投げてみる。まあ投げる以外ないと思うんだよな。でオンオフが変わるでしょ、あいいんじゃないの、ほらほらほらいいんじゃないの、こっちで。なるほどメットを倒させろってことか。実はね最近さエンディングを変えようかなって思ってるんですよね。どう思うみんな勝手にしろよっていう話だと思うんですけど、ここでメット上投げる、そして倒させる。あれメット倒してくれないね。あ、
なるほど、ここで鍵が手に入れれるっていうパターンだね。そして鍵ドアに入ります。さあ次はどんな罠でしょうか。右だからずるいって勝ちブロックは。僕ね、トロール最強の罠勝ちブロックだと思うんだよね。だって見えんもん。見えなかったらさ、もう絶対無理だよね。じゃあここで、あん。じゃあこのドアに入ったら左だね。左で青ブロックが変わったもんね。今度こそ行きます。ここで青ブロックが変わって、そこで、うわ、今度右取らないけんぽくない。あれ取ってみる。取って左の方に行こうか。こういう感じ。うわー、もう忘れてた。じゃあここは何もしないで一旦左行って、もうピンクコイン取らなくていいでしょ、きっと。なんでもう真ん中に行けと、そういう感じだね。じゃあピンクコイン取らんでいいんだね、ここは。いや、ピンクコインがさ、めちゃくちゃあるじゃん、右上の方。いや、だから集めなきゃいけないって思ったんですけど、もしかしたらピンクコインがね、全部罠みたいな感じの可能性もあるよね。実はピンクコインいりませんでしたみたいな。じゃあここの扉入って何もしないで上を失敗よっしゃ、これでいける。よし、うわ、左怪しいな。一旦出して右に逃げてみようか。コインか、回転ジャンプでいきます。大丈夫、オッケー。こういうのすげえ怪しいよね。回転ジャンプで行っていいと思う。よし、で真ん中行こう。ここ、うわ、絶対一番右なんかあるよ。ここ、いや、何もないのか。じゃあ一番右、ここ、なんでくっそ、もうバー邪魔くせえなもうこのまんまあれでしょ、一回もやられんでいけばいいんでしょ。そんくらい余裕だって。大丈夫、ここは右に避ければ大丈夫だから。で、ここのピンコインはいるのかな、どうなんだろう。あ、こいつは持っていく。そうでしょ、あ、これワンチャンあるよ。で、右にジャンプ。なんで捕まんの、危ねえ多分こっちで合ってる。なかなか調子がいいんじゃないかな。さて、ここはどうしよう。危ない。あー、よし、それじゃあ次はきっちり中間ポイント取ろう。一旦右に行って左に戻る、そういう感じ。よっしゃ、中間ポイント取れました。マジでゴールより嬉しい中間ポイントいただきました。で、ここでピンクコインだけは取っておかなきゃいけないと思うんですよね。なんでピンクコイン取ってすぐ右にジャンプジャンプで、ここであれに捕まる。そう、お前に捕まって雑すげえ雑。ここがどうすりゃいいかわかんないんだよね。あ、オンオフすればいいのか、こうか。なるほど、そういう感じだね。そしてもう一回オンして左、合ってる合ってる、絶対これで合ってる。そんで右に行く。うわ、なんか出そう。あ、ここにピンクコインあんじゃねえか。ありがとうございます。そしてこの黄色のとこ、はははは、石親父じゃあ次は石親父に気をつけていこう。魚、右の石親父が出てくる前にあの黄色の土管でしょ、きっと。そしてこの忍者めっちゃビビったね。何やってんの、さっきから。次こそ入ります。この石親父を先に来させておこうか、そっちの方が安全だね。そしてこの真下でジャンプいや、次こそ行けました。ここ右でしょ、早く右。そういう感じじゃないの、やべえ、うん、右ライン。どこ行ってんのドアでしょ今のは。これ絶対やられるやつじゃんか。何ここ、死に耐久ですか、どんな感じなんだろう。ちくわブロックで下に降りて、あ、チップポイントゼロ。あ、どういうことだろう、もしかしてスタートに戻されるみたいな、そんな感じ。あ、でも中間ポイント取れたね。これ2個目の中間ポイントでしょ。あ、何があるんだろう、こっちで合ってる、もしかして。それじゃあここなんですけど、一旦ずっと右曲がって何もおさらい。オッケー、これが正解だったのね。そしてこのドアに入る。さてピンクコイン4つあるね。くれんそう、絶対くれないよこれ、怪しいもん。あ、こっち怪しくない。うわ、金魚が危ねえ、この金魚踏んでいこう。よし、踏めてないけど。さて絶対左にドッスンかなんか来る。ゆっくり行こう、ゆっくり行こうか。なんも来ない。あ、なんも来ないね。ほら、どうする、なんなんだお前はもう騙されたと思って取ってみる、これ取ってみる。あ、取らしてくれるね。このスネークブロックは、あのどっかめっちゃ怪しいもんな。このスネークブロックに乗ってこのまま右に行きますねどこ行ってんの
ここに行けってか、この土管に入れってそういう感じですかね。まだ右行く感じだね。いや何何よそこでずっとぐるぐるして。やっぱここに行けっていう感じだよね。でもこのステーキブロックの行く道相当気になんない？いや何なんだってじゃあここはもう土管に入るしかないんでここ行きますね。さあ残り1個じゃないや、残り2つだね。これ入れんよ。一番最初のピッコイン取らないけん形。えマジで、いやどうすりゃいいのこれ。どうしようもないやんかこんなの。嘘でしょ。あ開いた。ああそういうことね右下にゴールがあるのか。じゃあここは何、うわここで死に耐久かよ。でもさこの死に耐久はめっちゃ楽じゃない？多分ね簡単だと思うんだけど、ちょっと見てて。それじゃあもうゴールできそうだね。ボム兵が落ちてくるから何もしないでいい感じでしょ。きっとこれでゴールできるはずですね。これピンクコインやっぱ罠だったんだね。意味なかったんだよ結局ピンクコインは。さあここでゴールだね。ありがとうございますはい、さっきのトロールコース結構短めだったんで尺がねもしかしたら短いかなって思うんですよ。なんで最近ちょっと気になってた簡単なんだけどこのコースやっていきましょう。なんかねバネがねめちゃくちゃあるだけなんだよね。でなんか上と下にね針が設置されてるみたいな、多分そんだけだと思うんですよもう謎すぎるでしょこんなの。とりあえずジャンプしていくけど、なるほど、うわそういうことか。これ上の針に当たったらいけないってことだね。バネがね2つのところがあるんだよね。多分そこに行けばいいんじゃないのかな。ここここで次バネが1個のとこ2つのとこか。わあどこだろう。こっから右から4つ目ぐらいだね。こっか。あんこれさもうやっぱ右にダッシュしていけないからこう、あなんかいけそう。あいけんじゃないのこれ。ほらもう右ゴールでしょ。右ダッシュでいけるかもしんない。なんでここでジャンプして右の方に1個とかあったんだよね。この辺これこれこれこの辺これこれこれもうこの一マスんとこ行くのがめっちゃむずい。いけるかなこれ。5% もあるのが、あ、いけそういけそう、うっそー、惜しい。何回かもうダッシュでチャレンジしたらもういけるかもしんないで、頼む、1点、あこれクリア率 5% でしょ。これ最初にした一発マリオの 0.1% のやつより難しいんだけど、こっちの方が。これもう運任せじゃダメだね。バネが1個しか跳ねてないところにきっちり渡らないけんっぽい。ここ、もし、こっから絶対クリアしてみせる。右頼む。いやーこれほんと難しい。見た目以上、いや見た目はどうかわかんないんですけど本当に難しかったね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。